ボルソディ兄弟の競売場か。そのようだな。クライナー下級兵、任務中だぞ。一般人に慣れ慣れしくするのは軍規違反だ。訪問の要件は。好奇心から聞くが、レダニア軍の正規兵だろ。いかにも、バツラベ兵長だ。こいつは部下のクライナー下級兵。張り切りすぎてちびらないように気をつけろよ。何か言ったか、下級兵。いいえ。こんなところにいていいのか。今は戦争中のはずだろ。ここには命令で配属されている。指令 76CWX5、 競売場の警備、優先度は高い。というより最高レベルだ。ボルソディは宮廷に顔が利くからな。交換が戦利品を売りさばくのに便利なのさ。その見返りが護衛ってわけだ。クライナー下級兵、その情報は軍事機密だ。漏らすんじゃない。家主はいるか。それはつまり、この競売場の唯一の主人、偉大なるホースト・ボルソディ様か。ああ、ご在宅だぞ。話がしたい。指令 76CWX5 は完結だ。競売に参加できるのは招待客のみ。単純明快だ。おいおい、そんな規則に縛られるのか。運が悪かったな。指令 76CWX5 にはバツラブ兵長は真面目な石頭であるべしと書かれててね。クライナー、上官への侮辱は軍規違反、すなわち懲罰の対象だぞ。忘れたか。ゲラルトじゃないか。リビア出身のウィッチャーの。銀行家のビム・ビバルディが。すまない、出身地はどこだった。いいんだ、黄金の価値は世界共通さ。バツラブ兵長、何事だ。俺の友人と口論してたようだが。ビバルディ様、お連れ様は招待されていないので。オークションへの参加は。俺は招待されてる。そして彼は俺の連れだ。ゲラルト、入るぞ。しかし命令では。命令など知るか。兵士長に報告されたいか。やめておけ。気をつけ。そのまま口を閉じていろ。弊社でみんなに話したらウケるだろうな。ダメれ。さあ進め。マレー右、1、2、1、2。助かった、感謝する。気にするな。昔なじみは顧客のことは気にかけるたちなんだ。商売の相手としては最高だな、ビム。別れた女房も同じことを言ってたよ。おっと、みんな集まってるぞ。競売が始まるようだ。上の階へ行こうか。客は何を競りに来てるんだ、知ってるか。ありとあらゆる高級品さ。珍しい兵器や外国産の品物だが、俺の目当てはマリボー派の肖像画の巨匠ファンデル・ヌーブやロンゲン大工の絵画だ。ほう、目利きができるとは思わなかった。できるわけないだろう。全部泥を塗りたくったゴミに見える。絵画は布で包んで宝物庫に置いておくだけさ。一体何のために。何のためにとは何だ、ゲラルト。投資、それ以外に理由がいるか。ボルソディ家の競売場はノビグラドにあったはずだ。移転したんだ。ラドビッドがホーストに有利な税率を提示してな。なんと 0% だ。うん、それは抗えないな。そうだろう。これぞまさに寛大な国家の見本というやつだ。実はホーストボルソディと話をしに来ただけなんだ。ああ、それはお前が思ってるより難しいぞ。なぜだ。やつは完全なヨステ人でな。メリテレに召された父親とは正反対だ。ただし競売には好んで姿を現すんだ。会場で会えたら紹介してやろう。この恩は必ず返す。いらんよ、貸すのは金だけ。恩には借用書も取り立ても無用だ。さあ上行こう。アベルジェ、プラチナを信じる。ゲラルト、不動産の購入に興味はないか。条件のいいローンを組んでやるぞ。ビム、条件のいいローンなんて存在しない。コビリの土地でもか。それが金にならないのはお前の方が知ってるだろう。うん、まだ競売が始まる時間ではないようだな。ビム、これは晩餐会だ。うん、
それが？晩餐会は嫌いなんだ。中身のない会話、ネズミの餌ほどの量しかない料理、小便みたいな酒。そう悪く考えるな。何人か面白い知り合いが来てるから紹介してやろう。あそこの面取りみたいなばあさんがミグノール伯爵夫人。退屈な世間話が大好物だ。隅にいるのはヒルベルト。グエントの腕だけで財を築いた成金だ。あっちには画商のヤロミルがいるぞ。気取り屋で嫌な奴だが、奴の絵画の知識は本物だ。誰にも負けない。さて、誰かと話してみるか。ここで突っ立てても仕方ない。ヤロミル、少しばかり話はできそうか。ああ、ビバルディか。彼はリビアのゲラルト、ウィッチャーだ。少しおしゃべりでもしないかと思ってな。今日の競売に出る絵画はどう思う？いつも通り儲け話の匂いを嗅ぎつけてきたのか。その言い方はないだろう。絵画で儲けることに関しちゃお前の方が上じゃないか。だが私は芸術を楽しんでる。最初から絵が札束にしか見えてないお前とは違う。美しいと思うのは食べ物ぐらいだろう。お前はどうだ、ウィッチャー。絵画の知識はあるのか？この俺の粗野な風貌からは決して信じてもらえないと思うが、少しは知っているつもりだ。ほう、確かめてみたいものだ。我らの友人ビバルディがファンデルヌーブの絵画を5点ほど所有しているのは知ってるか。だが彼は1枚5クラウンの絵と区別がつかないそうだ。否定はできんな。だが君ほどの目利きのウィッチャーなら苦もなく見分けられるだろう。では聞かせてくれ。マリボーの巨匠エドワード・ファンデルヌーブの作品はどれだ？決まってるだろう。真珠を身につけた商人の絵だ。これはこれは、驚いたな。二人きりで話をさせてくれないか。まず非礼を詫びよう。君のことをビバルディと同類の無知な輩だと思っていた。謝罪と償いをさせてほしい。ある秘密を教えよう。競売にファン・ロッホの作品が出品される。無名の画家だが、ノビーグラドの大広場にある本屋、マーカス・ホジソンが彼のファンでね。彼にならそこそこの値段で絵を売れるだろう。ありがとう。礼には及ばない。では失礼。友人が呼んでいるのでね。それで何を言われたんだ？いや、特に何も。本当か？それは残念だな。さて、行こうか。インクの染みばかり見ていたら気がめいってくる。変だな。クルゼルト公爵は破産したはずなのにあんな。ご機嫌うるわしゅう、伯爵夫人。ぜひ親友を紹介させてください。リビアのゲラルトと言って。狼流派のウィッチャーね。失礼ですが、以前にどこかで？いいえ、でも一目瞭然でしょう、そのメダル。いいか、ゲラルト、ミグノール伯爵夫人はヴェディミネイカ収集の大家なんだ。ヴェディ、なんだって？ウィッチャーに関する品のことよ。剣や道具、メダルなどね。伯爵夫人、失礼ですが、なぜ下々のモンスタースレイヤーなどにご興味を？素敵なウィッチャーに出会ったの。遠い遠い昔、若い頃の恋人よ。何をおっしゃいます。今も若く魅力的ですよ。お優しいビバルディさん。でも私、ベディミネイカだけじゃなく鏡もたくさん持ってるのよ。コレクションの中で最も貴重な品は何ですか？鎧の一部ね。
狼流派のもので1234年の骨董品よ。ほう、売りに出すおつもりは？いいえ、悪いけど思い出の品で心情的に手放せないの。しかし他のウィッチャー関係の品で売れるものをお持ちでは？買いたいものでもいい、彼と取引できるのでは？そうだ、仲介料をたったの5分ほどもらえれば。ビム、小銭の音を聞くと瞬時に手を出すその才能は唯一無二だな。だが悪くない話だ。取引できるものがないか見てみよう。伯爵夫人、今日は何か特別なものをお探しですか？いいえ、でもホースト・ボルソディが面白いものを出品すると言っていたわね。彼から何という品物かお聞きですかな？いいえ、ほら、彼自身が謎みたいな人でしょ。話は変わりますが、ゲラルトさん、人助けと思ってお願いを聞いてくださらない？もちろん内容によりますな。大したことじゃないの。さっきバルコニーで耳飾りを落としてしまったの。探したけど床板の隙間から下に落ちたのね。でも猫の目を持っているあなたなら。お安い御用だ、探しましょう。本当に助かるわ。ちょっと待っててくれ、ビム。こぼれたワイン、他には何もない。耳飾りはないようですね。一つもね。説明していただけませんか、伯爵夫人。これは何かの冗談ですか？ごめんなさいね、私、とても言えないわ。そのベセミルをご存知では？あなたより少し背が低く口ひげの。知ってるも何も全てを教えてくれた師匠です。え、よければ今どうしてるか聞かせてくださる？もちろんお話ししますが、その前に彼とどの程度親しかったかお聞きしても？あら、誰にも言ったことがないのよ。でもあなたには話さなきゃね。1234年の冬のことだったわ。オクセンフルトの町に怪物が現れたの。確かフレダーだった。依頼が出されて張り紙を見たビッチャーが現れたの。狼流派のベセミルがね。彼が怪物を追って領地を通った時に目があって恋の雷に打たれたの。家庭教師に彼への手紙を届けるように頼んだわ。彼は毎晩夜の闇に紛れて会いに来てくれたわ。ある夜、物音で父に気づかれてベセミルは逃げた。急ぎすぎてその時上着を忘れていったの。はあ、それがコレクションの始まりというわけですか。同時に恋の終わりでもあったわ。父は彼に逮捕令状を出して私を嫁がせてしまった。運のいいことに夫は若くして亡くなり、莫大な財産が残った。そして私は思い出の中に生きているというわけ。悪い知らせがあります。そんな。お願い、教えて。ウィッチャーらしい最後だった。いや、英雄らしい最後でした。おかしなおばあさんの話に文句も言わず我慢してくれて本当にありがとう。いいえ、構いませんよ。お金持ちのおばあさんは言いたいことを言うものよ。さあ、どうか一人にしてちょうだい。思い出に帰りたいよ。Thank you.
ヒルベルト、何年ぶりかな。紹介させてくれ。リヴィアのゲラルトだ。はじめまして。ごきげんよう。今回の競売はどうだ？掘り出し物はあったか？いや、一目で目を奪われるようなものが買いたいんだ。壁を飾る豪華な絵が欲しい。ニルフガードだ。そうだろ？なんだって？カードデッキだよ。ニルフガードだろ？隠すなよ。ニルフガードも悪くないが、俺が贔屓にしているのは北方諸国だ。なるほど、愛国者なんだな。いいか、ヒルベルト。ゲラルトは強いぞ。最強のプレイヤーだ。史上最強のな。競売が始まるまで少し時間があるな。どうだ、一勝負しないか？ぜひ腕試しをしてみたい。喜んで勝負を受けよう。素晴らしい。カード準備しよう。そうだな。ゲラルト、ちょっといいか？なんだ？なあ、ヤツと引き合わせたのは俺だ。つまりお前が勝ったら分け前があって叱るべきじゃないか？1割でどうだ？紹介料さ、いいだろ？はあ、紹介したかった理由が分かったよ。商売で学んだ真理の一つさ、金はいくらあっても腐らない。返事は？そうだな、入り口で門番を黙らせてくれたし、いいだろう。勝ったら1割はお前のものだ。1割5分にならないか。欲張るのはよせ。よし、勝負だ。
信じられん、イカ様だな。そうに違いない。魔法か何かでインチキしたんだろう。おっと、言葉には気をつけろよヒルベルト。ゲラルトが力で決着をつけたくなる前にな。はっ、お前がやられる、チェビめ。主戦度のクソジジイ。今度はあいつが勇士を求めてきた時には利子を少し高くしてやらんとな。崇高なる紳士淑女の皆様、まもなく競売を始めます。どうぞお席にお着きください。ああ、やっとだ。一緒に最前列へ行こう。そこじゃないと何も見えん。